はい、どうもエンディです。ドラゴンクエストビルダーズ続きをやっていきたいと思います。前回はバトルをしてモンスターを倒しました。でまた新しくクエストをやっていきたいと思います。はい、どんどん16日目ですね。14日目かなんで結構時間がないです。14、15かな、どっちだったか忘れたな。うん、ゴーレム戦うんですね。その前にシールドを作りたいですね。お、魔法の玉、魔法の玉か。魔法の玉をじゃあ作りに行きます。魔法の玉を作るにはおそらく楽な岩だったかな、やる必要があるんですね。こうしてこうしてこうして、いらないものを整理して、で旅の扉はこれか。お、ここにちょっと邪魔、ちょっと邪魔。OK で実際に必要なのはこの玉は、やっぱバグナイスですね。バグナイス3つか。それは結構いくつか必要なので、まあ、まとめて取っていきたいと思います。旅立つ。よし。で、ここか。久しぶりに来たな。こいつですね。こいつを借ります。やばいよ。20個作れんの、でかいの、これは。よし、ふんふんふん、いいっすね。ほーい、そうなんですよね、魔法の玉はゴーレムを倒すために使うのか。ということで次のクエストはピンかな。ふんふんふん、まあ仕方ないよ。うん、終わった。薬草5つ。OK。 うん、はーい。お、めっちゃ優しいな。うん、うんうん、分かった、ありがとう。ひらめいた、いいね。こういう時にひらめく、かっこいいね。え、実際に作るには？これだね、オリハルカ、あの白いやつね。あとゴーレム岩は2個目の旅の扉の奥にいたやつですね。で実際にオリハルカ、魔法の玉でしか壊せないんで一旦壊しに行きますか。ざっと20個ほど手に入れればいいかな。なんで多分
もうすぐ終わりか、じゃあ。こう。こう。頭を張って。食べて、100%。ちょっと。あ、来いよ。ボーン。どうや。あ、聞こえない。多いよ。ドン。あ、結構あるな、これね。ドン。あの、近場にあるのも超嬉しいな。これ、爆発に巻き込まれて死んじゃうんだ。で、作ります。ここじゃない。OK。で、あとは、デキルシールを作るには、ボリューム岩が3つか。ということは、3体の、まあ、2個ぐらい。あ、3つかな ?3 つちょっと予備で持ってきたいので、3つ。だから、9個か。ボリューム岩9個手に入れたいと思います。で、実際、アイスサーサーも多分、魔法のため必要だった気がする。シールを作っちゃいます。おいっとー。はい、はい、3つ。OK。多分この次はもうバトルなんじゃないかっていう感じですね。はいはいはい。まあ、いっか。もう作っちゃったね。うん。うん。オッケー。おお。なんだなんだ。多分これが最後なんで一回セーブします。現在今16か15かな16かな1日目なんでちょっと余裕があるんですね日付に。うん、最後の戦いだ。一旦これをやる前にクエストではないんですが町のレベルを5にしたいと思いますので、どうしようかな。一旦どうしようかな。一旦床を上げするか。なんで床変えます。なんでここら辺から。素晴らしい。素晴らしい。
底上げしていきますレベルを。意外ともうレベル5マジックですね。あとは飾りとか置いて終わりでいいんじゃないかなと思います。まあそれか別の部屋作って火足りないな。あいやこれです作りますで、よくわからないんですけど部屋を作りますと、はい、うん、でなんかいろいろ置いとけばいいかな適当に。あ、行った。来た来た来た。今17日目でしょ？どうしようかな。とりあえず一旦こんな感じで進めさせていただきます。次回、うん、次回は、まあ、ちょっとチャレンジ情報を確認して、できるやつを一旦やりたいと思います。今17日目はずなんで。はい。ではご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。